高校が日系カナダ人の映画監督を招いて戦時中にあったカナダでの日系人の強制収容について特別授業を行いました。豊中市のバイカ高校に招かれた日系カナダ人4世の映画監督クリス・ホープさん。特別授業にあたって生徒たちはクリスさんが祖母から聞き取りカナダでの日系人の強制収容を映画で描いた初見を事前に見ていました。授業で生徒たちはクリスさんに映画を撮った理由などを尋ねていました。So I worked really hard to develop the story and to research the history and to get my grandmother to tell her story because I figured that sometime in the future, her story, by having her telling the story, it would mean more to students like you in the future.経験を生で聞かれた方からいろいろな話を聞けて本当に良かったと思うし、自分のやっぱ祖父とか祖母とかの話もちゃんと聞かないといけないなと思って私は聞きました。では続いて関西フォーカス&スポーツです。